皆さんこんにちは。今日はトヨタの新型ノアボクシーに搭載されていますこちらのディスプレイオーディオの主要機能について見ていきたいと思います。まずこの機能非常に便利だなと思ったのは、このオーディオ、このナビの操作がわからなくても使えるということになります。今操作を少ししてみようと思うんですけれども、例えば Hey トヨタ、狭山市駅へ行く、案内開始、ルート案内を開始します。一般道を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。はい、このように音声認識がもう普通にできてしまいます。で、音声認識カメラが実は2つついてまして、こちら運転席側と向こう助手席側とついていますので、まあ、両方どちらか座ってこのマイクで音声を認識するようになっていて、このマイクなんで2つついてるかといいますと、これは今発話機能でナビの操作の例を挙げたんですが、その他にも Hey トヨタ、ご用件は何でしょうか、窓ガラスをちょっと開けて、このように運転席のドアをちょっと開けることができる。要するにこの運転席側のマイクで音声を認識した場合は運転席のウィンドウが開きますし、助手席のマイクが認識した場合は助手席の窓が開くようになっています。今運転席開いたんですけど、今度私が助手席に向かって窓を開けてって言ってみます。 Hey トヨタ、このようにスピーカーがあります。窓を開けて、窓を開けて、はい、このようにこちらのマイクの感度が高い場合ですと助手席も窓が開いたりとかします、はい、もう一度やってみたいと思います。 Hey トヨタ、いたしましょうか、窓を閉めて、はい、今運転席から発話しましたんで運転席の窓が閉まりますし、あと助手席の窓を閉めた場合は Hey トヨタ、助手席の窓を閉めて、はい、このように運転席からも助手席の窓といえば助手席の窓を閉めることができるということで、かなり便利になっています。さらに Hey トヨタ、燃費を教えて、このように燃費を教えてくれたりもしますし、あとは Hey トヨタ、オドメーターを表示して、まあ、このような形でオドメーターを表示してくれたり、あとはHey トヨタ、ワイパーを動かして、こういう形でワイパーを動かすこともできますし、リアのワイパーを動かすこともできます。また Bluetooth 接続最初戸惑うと思うんですけども、このように Hey トヨタ、
Bluetooth 接続画面を識表示して、はい、このように表示ができます。今少し私言葉つっかえたんですけれど、このように私の下手な言葉であってもこのような形で表示してくれたりします。もう一つ今オーディオかけていますけれども、ヘイトヨタ、ミュートして、はい、このような形にもできます。あと今気づいたんですが、まあ、エアコン止めているんですけれども、エアコンももちろんかけることもできます。ヘイトヨタ、エアコンをつけて、オートエアコンをオンにします。このようにオートエアコンもオンにできるということで、まあ、ここで何が言いたいかというと、このディスプレイオーディオの使い方が全くわからなかったとしても、ヘイトヨタと、まあ、今認識できませんでした。まあ、今このように起動したんですが、そういうふうに言えば大体の機能が使えるということが、この今回のトヨタのこちらのディスプレイオーディオの大きな特徴になってくるんではないかと思います。もう音声で喋って操作をした方が早いと、まあ、いうところが非常にいいところかなということを、私自身今回こちらを使ってみて感じたところになります。あとはもう一つ、もうこのディスプレイオーディオ自体が、まあ、オーディオをつけないでディスプレイだけをつけるという方もいらっしゃいます。今回のノアボクシーに関しては、まあ、こちらのオーディオもついている仕様のものではあるんですけれども、まあその場合、まあ、そういうディスプレイだけがあるっていうのも、もう運転支援系自体もこれで操作をする必要があって、運転支援系の装置の一部でもあるということで、ディスプレイオーディオということで設定されています。まあ、このようにこれはバイブ前のトヨタの車でもついていますけれど、前方を全方位をこのような形で見ることもできます。これはビューボタンを押すと、まあ、見たりすることもできますし、あとは設定がいろいろ今回できるようになっていて、車両のカスタマイズというところで支援、走行支援の設定ということで、このように一時停止案内、逆走注意案内とか、踏切案内、合流案内、事故多発地点の案内、レーン案内とか、まあ、こういったことで細かなところの案内の切り替えができるようになっていたりします。ドアコントロールというのはさっきのところになるんですけど、このように安全運転系としても不可欠なディスプレイであるということで、オーディオ以外でももう使われるようになってきているということから、ディスプレイオーディオという言い方をトヨタではもうするようになっています。でちなみにバックするとき、まあ、こういう感じで設定も、まあ、アドバンストパークっていうのもこのような形で設定ができるようになります。パノラミックビューモニターになります。まあ、このような形で切り替えができるようになっているので、非常にもうきめ細かに設定ができるので、もう逆に言うとぶつかるのが難しいんじゃないかっていうぐらい非常に丁寧な表示をされていて、もう安全運転支援系としてはもう欠かせない存在のディスプレイになってきているというのも、まあ、今回のこちらのディスプレイオーディオの特徴になってきているのではないかと今回思いました。ミニバンの装備の補足として、こちらの予約ロック、このノアボクシーに関しては仙台でも予約ロックついてるんですけど、ホンダのステッパーゴン予約ロックがついていません。
ウェアクロックどんなものかということで、今回の新型を使って見てみたいと思います。このようにボタンを押して、でそのままもう施錠をかけると、で離れます。はい、離れても車両がロックするというのがウェアクロックキットなんですけども、ステッパーゴンの場合ですと離れちゃうとロックしてくれないということがあるので、後ろのスライドドアが閉まりきるまで待たないと接触がかけられないというのがあるんですけど、このトヨタの車に関してはそれがありません。でもう一つ、これは普通にハンズフリーのスライドドアというのはステッパーゴンにもついてるんですけども、ノアボクシーでもしっかりと使えるものになっています。私のもオプションでつけたんですけど、今は全然反応しなくなっちゃっています。ですがこちらはしっかりと反応してくれる。もう一度こちら見てみたいと思います。やってみたいと思います。閉めます。でもこのままロックかけます。でこのように離れたとしてもロックしてくれると、ここが非常に便利なところだと思います。でもう一度、はい、こういう感じでしっかりと巻いてくれますし、またこのように感度が非常に大切になってくるわけなんですけれども、感度もしっかりしています。でそのままですと閉まらないので、例えばこちらまず開けます。で閉めるとき、リモコンであらかじめロックのボタンを押しとけば、はい、このようにようやくロックというのが作動して閉めることができるということで、非常に使い勝手のいいミニバンになっているというのも特徴的なところになっています。ありますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。